それではこの動画では小数の掛け算小数かける小数の筆算をやっていきましょう一番 9.1×8.7 はどういうふうにやったらいいかというとまずはこの筆算を書いてあげて 91×87 やと思って筆算を計算していったらいいんやね7る1順番にかけていきます71が7

小数の分だけ位が小さくなっている分だけ、答えも位を小さくします。点の後ろにあるのは1つ2つなので、ここから1つ2つ移動して79.17。これが答えになるんやね。まずは普通の筆算をやって、その後位を揃える。この順番でやっていくようにしてください。 2番 0.55×2.6 これも同じようにやっていきましょうまずは6をかける6 5 3 0 3繰り上がった6530にまた3を足すので33です次に2をかけて25101繰り上がった2510に1を足すので11ですこうなります03 3+1 で411430やねそこから位を小さくするので1つ2つ3つ分小さくする1つ2つ3つ分ここになりますなので答えは1.430最後の0はいらないので消してあげて1.43になります次は3番 やり方は一緒です。4.3×0.51 これは下の方が位が多くなっているのでちょっとここを開けて書いてあげましょうでもやり方は一緒です 43×51 をしてから位を合わせるようにしてくださいン3が3ン四が4五三1 5 1繰り上がって5420に1を足すので21 足し算をして 34+5 で912こうなりますそれじゃいどこになるかっていうと1つ2つ3つなので1つ2つ3つここになります答えはになりました。次四番 0.09×3.3 これも普通にこうやってやってもいいんやけどそうするとかけ算が2回あってしかも最後足し算するちょっと大変やねこれは逆に気づいたかなこことここを入れ替えてあげるとすごく楽やねつまり 3.3×0.09 で考えてみるそうすると安全でもできるんちゃうかな 27に繰り上がってく三二27にまた2足すので29297そこから位を1つ2つ3つ小さくするので1つ2つ3つここになるつまり0.297やね0.297求めることができました。 こういうふうに掛け算が楽になるなあという時は見つけて楽をして計算するようにしてくださいあと二つやっとこうか五番零点八六かける零点七五どうなるでしょうかまずは五かけます。五六三十三繰り上がって五波四十に三足すので四十三やね 次七かける七六四十二四繰り上がった七7五十六に四足すので六十やねこれの足し算です零三足す二で五四足す零で四やねそして最後六ですそしたらあとは点の位置なので全部で一つ二つ三つ四つ動かすやね 1>, 1つ2つ3つ4つここですなので答えは0.6450最後の0は消して0.645が答えになります最後の6番 0.49×0.03 最後やのに簡単やねこれはどうなるかどうしたらいいかっていうとまあちょっと難しいので筆算でやってもいいんやけど ででもできるね。四十九かける三したらいいので三3二十七。ちょっと一回こっちに書こうか三3二十七に繰り上がって三四十二に二足すので百四十七。それじゃ暗い。どれだけ小さくしたらいいかっていうと一つ二つ点の後ろやね一つ二つ三つ四つ小さくする。 ここから一つ二つ三つ四つなのでここやね0が二つ足されるねなので答えは零点零一四七です零点零一四七これが答えになります大丈夫かな掛け算小数かける小数の掛け算をやりました 普段は普通の時はかけ算をしてから点を動かしたらいいです。そしてもう一つこういうふうに順番を入れ替えたりして簡単に計算できる時は筆算を使わずに計算をしてしまって同じルールで位を合わせるようにしていきましょう。小数×小数の計算でした。